はい、どうもだらけです。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアム、バットコイン、 OMG、 リンク、そしてアスターの方をねやっていきたいと思います。今日はですね、全体的にプラスなんですけども、今まで調子が良かったアスターがマイナス 4.6% ということで、まあ、少し垂れてきているという感じですね。はい、で全体的にもですね、結構ここを超えたら大台ですよみたいなね、そういったところに差し掛かってきておりますので、まあ、結構重要な場面に差し掛かっているという形で、今日は週足レベルでね、見ていきたいと思います。で今日の記事なんですけども、ビットコインは2017年の動きを模倣、週末には2万5000ドルに3度目の挑戦という記事です。アナリストはクジラの動きに警告。コインテレグラフのマーケッツプロとトレーディングビューのデータは、ビットスタンプで一時2万5038ドルを突破した。時間外取引では強気派がレジスタンスをサポートに転換しようとしていた。これは複数の長期トレンドラインを含む重要な主要な、レジスタンスの雲の、開始を意味すると。週明けの終始まで、終わり値までが勝負となる中、トレーダーの間には緊張感が漂っていた。日曜日の値動きは通常日足の終わり値のみが信頼できる。それ以外は現在のレンジにとどまることを祈るのみだと、人気トレーダーのジョン・レイガー氏はツイッターで認めた。バイナンスのオーダーブック活動を分析するマテリアルインディケーターズは、大口プレイヤーが依然としてビットとアスクレベルを動かすことによってスポット価格を操作していると警告したと。彼らは自分たちの求める価格に押し込もうとしているようだ。彼らが2万5000ドルをクリアするのに十分な買い手を引きつけることができれば、2万6000ドルへの摩擦はほとんどなく、3万ドルはすぐだ。いつまで続けられるかはわからない。一緒にプレイできて嬉しいね、ということを言っておりますね。はい。まあ、そうですね。まあ、この動きっていうところで言うと、まあ結構前からね、記事とか、まあいろんな人がツイッターとかでね、話してたりしてましたので、まあ、わからんでもないなっていう記事ではあるんですけども、まあ僕がね、もうかねてから言ってた大台ですね。まあビットコインだったら335万円付近。この辺を抜けるか抜けないかっていうところは、まあやはりね、こういう記事でもわかる通り、他の、トレーダーとかもね、結構そこを注視しているように、書いております。はい。続きまして、仮想通貨の次の強気相場はアジア初になると、キャメロン・ウィンクルボス氏が、予測しているということですね。米仮想通貨取引のジェミナイの共同設立者であるキャメロン・ウィンクルボス氏によれば、仮想通貨の次の強気相場はアジアで始まると考えている。ウィンボス氏は2月19日のツイートで、次の強気相場は東から始まるというのが私の仮説だ。ウィンクルボス氏は、仮想通貨に関する明確なルールと誠実なガイダンスを提供できない政府は置き去りにされ、商用インターネットの、大統以来最大の成長期を逃すことになると述べている。そしてそれはこの世界の将来の金融インフラを形成し、その基礎となる部分を失うことを意味していると指摘している。まあざっくり簡単に言うと、法の整備が、まあ国のね、法の整備が追いついていないというところですね。そこを懸念しているという話ですね。で、ヘイズ氏は、香港が中国政府にとって仮想通貨市場の実験場となり、中国資本が世界の仮想通貨市場に活路を見出すためのハブとして機能する可能性があると見ている。当時彼は、中国は仮想通貨から離れたのではなく、休眠、状態になっているだけだと指摘していたということですね。はい。まあ、記事によってはですね、中国はもう完全に仮想通貨を毛嫌いしていて、まあ、押さえつけようとしているみたいなね、
記事も出ておりましたけども、実際のところは法律で、規制されたわけではなく、まあ、どちらかというと、まあ、あの一時期のね、まあ、今の日本でいうところの、マスクをつけましょうみたいなね、そういう、まあ、風潮が出ていて、でそれによって悲観で結構中国の、住民たちは仮想通貨から撤廃するみたいなね、流れが、風潮ができたと。ですけども別にそこで規制をされているわけではなくて、休眠状態だよというようなね、表現になっている。じゃあまあ一旦ね、退いたその人たちが、まあ、中国政府がね、まあ、仮想通貨というものが、まあ、別に大丈夫だよみたいな流れになった時に、ものすごいね、開発になるんじゃないかなというふうに言われております。だからまあアジアというより中国ですね。中国の資金が仮想通貨に流れてくるっていうところを予測してのこの記事になっております。はい。まあこれもね、全然あり得るとは思うんですが、まあでも根っから中国政府もまあいいよみたいな感じにはならないと思うんですけどね。はい、ということでビットコインの週足でね、見ていきたいと思います。はい、週足ではね、こういう下降トレンドがあって、そこをね上抜けてからものすごいね、上昇波ですね、こういう風に。で、僕が言っていた一つ目の壁というのが、このね、315万円付近のここだったんですね。で、ここは全くね、機能することなくですね、強いね、上昇波で上げてきました。で、もう一個ラインを僕が言ってたのがこの336万とか7万円付近、ここが、まあ、週足レベルで見ると分かる通り、ここでね1回2回3回とね、頭を押さえつけられて、まあ、ここがちょうど1ヶ月ベースなんですね。1ヶ月ベースでこうやってね、頭を押さえつけられて落ちてきた場所なんですね。で、今回もここね、頭を押さえつけられて1回ね、頭を押さえつけられたんですけど、上髭つけてね、一旦下がってはきました。ですので、やはり機能はしているということなんですが、今までの流れで言うと、押さえつけられて、またね、下げて、また挑戦してを繰り返すんですけども、今回はですね、陽線がね、また来てね、2回目のトライをまたね、始めたわけですね。これはね、強い動きですよね。で、まあこれ2月のうちに、まあすぐね、またね、2回目のトライをしているということは、結構強い買い圧になっているということで、もうここを抜けた時点で結構ね、買い集まってくると思いますので、まあ損切りラインを例えばね、ここの315万円付近に設定することができるのであれば、もう今ぐらいから買っていっとくのもね、ありかなと思いますよ。ただしっかりと損切りラインは作っとった方がいいかもなと思います。まあ、もちろんですね、今、ここを抜けきれずにもう一回下を試して、315万までちょっと引っ張って待って、この下で買っときたいという方はね、それも、それ待ちもいいと思います。もし上がってきたとしても、上がってからの一旦調整ターンが入ると思いますので、まあ、その調整ターンも一つね、見ていくという形でいいと思います。はい。まあ、とにかく、この315万円付近、ここを上抜けたら、まあ、結構、まあ、買いムードがね、また新たに出てくるということだけ、頭に入れておいた方がいいのかなという感じで思っております。はい。まあ、ここがですね、ある程度の大台に乗るか乗らないかというところのラインで、まあ、もう、去年の6月ぐらいからね、ずっとね、ここを超えきれずに、まあずっと来てるわけですよ。ってことはもう半年以上ですね。まあ半年以上は、まあ、ずっと続いているので、まあここはね、しっかりとね、見定めておいた方がいいかなと思います。はい。はい、じゃあ続きましてリップルですね。はい、リップルも、まあ一応ね、少しだけ上げては来てるんですけども、まあ全然大台までは届いていないと。まあ、ただし形としてはですね、こういうダブルボトムですね。このダブルボトムからの上げですので、まあ、ネックラインはやはりこの80円付近、ここの黄色ライン。まあ、ここのネックラインを上抜けるかっていうところが、まあ、次の開発につながってくるんじゃないかなという感じで思っております。はい。
で今のところはね、まあ、買い場っちゃ買い場なんですよね。買っといて、損切りラインは 40.2 円付近、まあリスクに対してのここだけのね利益を狙っていく、短期的には。で、まあ、さらには長期でこっちをね上抜けるところまで目指していくという形で、まあ、買いやすいね今状況にはあるのかなという感じです。はい。で訴訟の問題なんかももちろんありますので、まあその辺をまあミスそこその辺にね向けて買っていきたいという方も今はね、結構いいところじゃないかなというふうに思います。はい。じゃあ続きましてイーサリアムですね。はい。イーサリアムもこの下降ラインを上抜けてから、まあ、しっかりとですね、まあ、1回ここ調整で終わってるんですけども、どちらかというと陽線で続いて上がってきているという形です。はい。ただしもうちょっとね上の方に大きなね、壁があって、27万円付近ですかねっていうところです。でその手前に、この24万5千円ラインですね、まあ、ここでつけたトップラインっていうところがありますので、まあ壁もね結構ねいくつか存在してて上げにくいようなね感じにもなってるかもしれないんですが、まあでもこの下降ラインを抜けてからのこのねチャートの動きっていうのは結構強い動きになってるんじゃないかなと思いますので、まあ、ここからさらにもう一段階上に行く可能性っていうのは結構高いなと思います。はい。しっかり調整してから、調整した後にこう横横みたいなねこういう動きではなく、しっかり買われて上げてきておりますので、まあ、これはやはり買ってる目線っていうところで考えても結構大きく買われているなという見方に変わると思いますので、まあ、そこはね結構注視されていくんじゃないかなというふうに思います。で一応こういう上昇トレンドありますので、まあこの一応は上を目指していく、はい。まあアセトラみたいな形ですね。こう上げるんだけども上値が重いラインが横軸で存在している、そんな感じで見ておけばいいと思います。はい。続きましてバットコインですね。はい。バットコインもですねここの 38.7 円、このラインを、まあ、しっかり上抜けてきたように見えます。はい。まあ、陽線で終えて、まあ、次のターンも陽線になっておりますので、あとはここがねサポートでしっかり買い支えられるようであれば、次はですねこの 51.4 円付近まで、一旦ね目指すような動きっていうのが出てくると思います。はい。まあ、これを目安にね、買っていくっていうのは全然ありだと思うんですが、まあ、損切りラインとしてはやはりですねちょっと低めに構えて39円付近ですね、この辺を損切りラインにすると、まあ、結構買っていきやすいのかなという感じで思いますので、結構ある程度の大きな指標に入ってきたというふうな感じです。はい。まあ、去年の11月から超えきれなかったラインを、抜けてきましたので、戻してきたという考えですね。まあ、ここで横横していたラインに一旦落ちてたんですけど戻してきたタイミングですので、まあ、結構、見られ方としては印象はいいチャートになってきたということです。はい。じゃあ続きまして OMG ですね。はい。OMG がね結構強い動きですね。ですね、217円の、まあ、このねサポートラインがあったんですけども、ここがねレジスタンスに効くというふうに思っていたんですが、まあ、結構大きめにねこうやってね上げてきたという形です。はい。で一応この急角度のこの上昇トレンドもあって、で下降ラインがこうあったんですけども、ここでもしっかり買い支えられるような動きを見せつつ、上に目指してきているので、まあ、結構ね買われているよねという感じですね。はい。で今上髭ちょっとつけ始めてるので、まあここからちょっとね調整がどれぐらいまでされるのかっていうところがあるんですが、まあここのね216円ラインで、あちょっと動いてしまったんですけど、まあ、216円ラインでここでね買い支えられるような動きっていうのを見せるのであれば、まあこの辺で買っていくのは全然美味しいかなという感じで思っております。ってなってくると、この382円とかね385円付近、まあ、ここを目指していくという形になっていくと思います。まあ、その手前にあるこの339円、まあ、この辺もね一応ねレジスタンスとしては、一応押さえておいた方がいいかなという感じです。はい。
まあこう大きく見たらこういうね、こういう下降ラインがあったと思うんですけども、ここもね一旦上抜けようと、上抜けたようなね形にも見えますので、うん、まあこっからね一旦は、まあ、700円ぐらいまで戻す可能性あるかなと思いますよ、はい、この辺ぐらいまで戻して、まあちょっと大きめの、調整にまた入るみたいなね、うん、はい、じゃあ続きまして、リンクですね。リンク、リンク、はいはい、リンクもこういう下降ラインがありましたと。で、まあ、横横ラインが、まあ、ボックスの中で1290円と、714円の中を、去年の5月ぐらいからずっとこうやってね横横している、まあ、ここで一旦ね上抜けるような場面あったんですけども、すぐまた戻されるみたいなね動きでした。で、この下降ラインを今しっかり陽線で上抜けた状態で、次のターンに戻しましたので、一応ここでですねまた上を目指していくのか、で今ちょっとだけ陰線になっているので調整を踏んで、この下降ラインがサポートになるのかというところが、まあ、今目安で見るべきところですね、はい。で、まあ、今ねこれ陰線になっておりますので、まあ、これちょっと落ちてくる可能性あるので、一応この下降ラインの下限までね引っ張っていくという戦法がいいと思います。うん、で、もちろんねここの下限タッチで、まあ、ここ下抜けるようなね展開になったら、まあ、ちょっと手はつけませんけども、この下降ラインで、一旦ついてからの横横とかですね反発するようなタイミングっていうところは、結構買っていきやすいのかなと思いますので、ちょっとこれはねリンクに関してはもうちょっと引っ張って様子見してから、でも全然いいのかなという感じです。はい、で今日久々ぶりに落ちてきているアスターですね。はい、アスターです。でアスターはちょっと日足でね見ていこうと思います。はい、アスターはね順当にねこうやって上げてきております。こういうね上昇トレンドが2つね、こういう急角度とこういうなだらかな方とあるんですけども、まあここでじわじわ上げてきて、でここで三角持ち合いを作って一旦下抜けたんですけども、そこから上げてきたという形ですね。でここもそうです、上げて横横して三角持ち合いを作ってからの上昇、はい。で今回がどうなるのかというところですね。一旦上げて、ちょっと横横しておりますし、まあ、ちょっと下げてきてますよね。ですのでこっから、今度はこの三角持ち合い下抜けるようであればちょっとね弱いですよね、はい。で、まあ、ここで反発してまた上にねこうやって挑戦して三角持ち合いを抜けるようであれば、もう一段階上げてくる可能性はあると思います、はい。まあ、これだけ上げてきたので、ちょっと深めのね、調整する可能性もあると思います。ってなってくると、ここ割ってくる可能性もね、全然あると思います。はい、割ってきたらですね、一旦は 11.7 円付近ですね。11.7 円付近っていうところが次のね、押し目のラインになってくるかも、と思います。まあ、ちょっと見にくいので、一回消すと、まあ、ここですね、この 11.7 円付近、はい、まあ、この辺で、一旦サポートされて一旦上を目指すんですけども、直近のここの最高値までは届かずにもう一回たらたら下がってくるってなってくると、ダブルトップからの下げですね、下げの目線ですね、はい。でここの 11.7円で買い支えられるのであれば、これダブルボトムですね、ダブルボトムを形成してからのもう一度上を目指していくというような感じですね、はい。まあ、ただ RSI 的にはですね、まあ、結構もうね買われすぎに来てるので、まあ、一旦ねここそこタッチぐらいまでは落ちてくる可能性全然あるかなと思います。でまあ逆に言えばここから上げてきたら結構強いね買いが入ってるということで、やはりこれはただの単なる押し目、うん、ちょっとした押し目からのもう一回挑戦しているという目線に切り替えるという形でいいと思います、はい。まあ明日はねとにかく強かったので、まあその反動っていうのは必ず来ると思っていたので、まあこれはね想定内ですよね皆さんね、
ただ、この深めの調整っていうのが、どんどんタラタラね、最高値を更新できずに、タラタラ落ちてくるみたいなね、形になっちゃうと、どちらかというと売りがね、優勢になってきますので、そういった場合はですね、短期トレードしている方はですね、一時利確もね、含めて、視野に入れた方がいいと思います。僕はね、ずっと持っとくので、バブルが、次のバブルですね、ぐらいまでは持ち続けようかなと思っているので、この辺の動きっていうのは気にしないんですが、短中期でね、考えてる方は、その辺も考えて、やってもらえたらというふうに思います。はい。ということで、今日はね、ちょっと多めにね、紹介しましたけども、今日の動画が良かったと思う人は、チャンネル登録といいねボタン、よろしくお願いします。で、ツイッターのフォローをですね、ぜひよろしくお願いします。そちらでね、結構つぶやくことあると思いますし、今ね、2日から3日に1本のね、ペースになっておりますので、緊急時っていうのはね、ツイッターの方で結構発信しておりますので、そちらの方ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今日もね、ルーレットをやって終わりたいと思います。明日の値動きどうなるのか。爆上げだそうです。はい。僕はね、もうちょっと調整踏んでからの爆上げかなという感じなんですけども、明日爆上げ来るそうなんで、皆さんね、備えておいた方がいいんじゃないでしょうか。はい、ということでね、今日はね、この辺で終わりたいと思います。おつ爆上げでも利確できず暴落しても損切らない。気づいた時にはもう乗り遅れてる。無駄に取引し手数料だけマイナスなやつ、メンタル弱すぎてリスク取れないやつ。